はい、どうもソングバード稲津です。はい、50のステップで伝えていく髪の毛を柔らかくする方法ですね。今日はレベル2、ブラッシングをしようってことですね。まあ男性でも女性でも、もぐぐらの長さでも、もうちょっと短くても、まあパーマ以外ですね、パーマヘアスタイル以外は絶対ブラシでブラッシングをした方がいいです。はい、まあこういうね、まあナイロンと言いますか、プラナイロンかな、でしてもいいし、まあ欲を言うなら、まあこういう天然毛、こうイノシシ毛ですけども、こういうのでした方がなおかつ馴染みやすくなるかなと思います。ブラッシングをすることによってですね、髪の毛がこうキューティクルという鎧があるんですよね。それがですね、こう鱗状にこう生えてるんですよ。まあ髪の毛に対して鱗状にですね、これはですね、ブラッシングをすることによって綺麗に整ってきます。でツヤも出てきます。でしなやかさも出てきます。まあこういう基本的なこと、これお金かかんないですよね。こういう基本的なことをしていくと、どんどん髪の毛って柔らかくなっていくんですよ。これ毎日毎日するんです。はい、でするタイミングで言うと3回ぐらい、1日。はい、行って、最初がお風呂に入る前ね、お風呂の入る前にブラッシングしておくと、その日の汚れとか抜け毛とか、まあ、抜けていい髪の毛ですね、とかフケとか、まあホコリとか、そういうのが取れてしまうんで、シャンプーがすごい泡立ちが良くなるんですよ。後でシャンプーしてお風呂から上がって髪の毛乾かした後にブラッシングしちゃって、綺麗になじませておくね、綺麗にしておいて、そこから寝るといいですね。で朝起きてもう一回ブラッシングするのを3回ぐらいされるといいのかなと思います。これを毎日毎日継続してやるっていう感じでやられると、どん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 髪の毛、これだけでも柔らかくなっていくと思いますよ。はい、まあ、基本的なことなんですけども、まあ今日からね、まあブラシもうなんならもう1000円以下で買えますよね。こんなのもですね、まあこれ1000円以下で買えないんですけども、買えると思うんで、まあお金がねちょっと余裕があるっていう人は天然毛がいいです。まあちょっと硬い髪の毛の人にはイノシシ毛、ちょっと柔らかい髪の人には豚毛って言ってですね、そういう風に天然毛がいいんですけども、まあそういうブラシはちょっと高いんで、まずはちょっとね、手軽な1000円ぐらいのブラシから始められてみてどうでしょうか。おそらくですね、1週間ぐらいで効果が出てくると思いますので、ぜひとも柔らかい髪の毛になるためにやっていってみてください。はい、今日はレベル2でした。このやつですね、レベル50のステップでこうね、いっぱいベスト5、髪の毛が柔らかくなるのベスト5とか、そんなんで紹介しなく、もう一個一個紹介していくつもりです。もう針を通すようにですね。はい。ですので、まあ、よかったらですね、気になるものがあったら、どんどんチェックしていってみてください。で、まとめてるものもありますんでですね、ぜひとも見ていってください。では、次のステップでお会いしましょう。またね。